東京行進曲は、菊池博史の小説、または同小説を映画化した日本の映画作品、その映画の主題歌。1929年の無声映画で監督は、溝口賢治。1927年の五所平之助監督の同名の映画とは、無関係。大衆雑誌、キングの1928年6月号1929年10月号に連載。 悲惨家と腹違いの姉妹との比恋がテーマである。完結前に映画化されたが、その後発表されたラストは、映画の主題歌の影響を受けた、と指摘される。完結直後の1929年12月には、提劇により、戯曲として上演されており、内容はほぼ原作に沿いながらも、映画の主題歌を最後に歌うなど、主題歌の影響が強く見られた。更新曲という言葉は、 本来は、マーチの役語であるが、1928年1月、神戸、京都、大阪の松竹座で映画の幕愛劇として上演された、岡田義子一座の道頓堀更新曲や、その主題歌である同名曲が人気となり、それ以後、新聞の社会面や映画、レコードの題名など様々な場面で用いられるようになり、一種の流行語となっていた。 小田急小田原急行鉄道の当時の電車作詞、西条八重、作曲、中山新平、歌、佐藤千夜子。本作以前の日本においてもヒット曲映画化作品は多く見られたものの、はっきりと映画主題歌として作られた楽曲としては日本で最初の成功例とされ、日本の映画主題歌の第一号とみなされている。映画公開の1ヶ月前、 1929年5月1日にビクターレコードから発売され25万枚を売り上げた。B 面曲はベニヤの娘。レコードシナバンは 5755A、5755B。モボモガが行き交う昭和初期の開放的な銀座の風俗が歌われている。ただし、西条自身は詩の内容について、 不合理に膨張した経済生活のもとに乱舞している不可な現代の首都人の生活のジャズ的風刺詩と言っており、原作とは関連をほとんど持っていなかった。一番の歌詞でダンサーの涙雨となっているところは、はじめ彼女の涙雨だったが、中山の注文により書き直された。四番の一層打球で逃げましょうかという歌詞から、オダキュルという言葉が当時流行った。 その時、小田急の重役がレコード会社に、東京行進局の制作責任者を出せ、と怒鳴り込んできた。当時小田急はまだ通称で、小田原急行鉄道が社名であったため、略された上に、駆け落ち電車とは何事だ、ということである。その後社名が正式に、小田急電鉄に解消されると、会社の宣伝になったということで、西条80は、小田急電鉄から終身有効の、 優待状者賞が支給された。4番の、シネマ見ましょかお茶飲みましょか一層打球で逃げましょかの部分は、西条の原案では、長い髪して、マルクスボーイ日も抱える赤い恋だった。しかし、レコード会社はこの歌詞が当局を刺激することになるのではと警戒し、西条に頼んで書き直してもらった結果、小打球が登場したのだという。 1998年11月21日に、ビクターエンタテインメントからシングル CD として再発。カップリングはオリジナルと同じくベニヤの娘を収録しているほか、両曲のカラオケも収録されている。1929年には、東京更新局のレコードを使用した、レコードトーキー方式による9 5ト、mm、ルフィルムの白黒映画、 東京更新曲が制作された。制作、服部小型映画研究所。監督は、アマチュア映像作家の服部茂。現在のミュージッククリップに近いものと言われる。アマチュア作品ながら、評判になり、要望に応じて複製フィルムを反布していた。反布を中止するまでに100本が複製された。2006年、複製フィルムとレコードが東京国立近代美術館。 フィルムセンターに寄贈された。2008年には複製フィルムを素材として、レコード音声入り3 5ト、mm、ルフィルムにブローアップした。また、2012年には、原版フィルムが、ハ部トリの遺族から、東京国立近代美術館、フィルムセンターに寄贈されている。ストーリー佐藤千夜子が歌う同盟の流行歌、東京行進曲に合わせて、東京の街並みが映し出される。 ありがとうございます。